森本浩二は、日本の政治家、元衆議院議員、元参議院議員、奈良県出身、関西大学法学部卒業、建設大臣、公明党国会対策委員長、関西方面議長、新進党国会対策委員長代理、行政監視委員長等歴任。1942年2月24日、奈良県に生まれる。1964年、 関西大学経済学部を卒業する。1968年、関西大学法学部を卒業する。関西生産性本部に勤める。1983年12月18日、第37回衆議院議員総選挙に、奈良県全県区から公明党公認で立候補し、トップで初当選する。1993年4月、 衆議院議員運営委員会理事に就任する。1993年8月、細川内閣が発足し、神崎武則が郵政大臣に就任することに伴い、公認の公明党国会対策委員長に就任する。自民党国会対策委員長の小里貞俊とのパイプを持った。衆議院予算委員会では、自民党の野中博武。 亀井静香による公明党と総科学会は、政教一体ではないかとの質疑に対して抗議する。1994年4月28日、首相の細川森博の辞任により、羽田内閣が発足し、建設大臣に就任する。1994年12月、所属する公明党が新進党に合流。新進党決闘大会では議長を務めた。 1995年12月、新進党党首に小沢一郎が就任し、新進党国会対策委員長大臣に就任する。1996年1月、橋本内閣の発足により、自民党と新進党が対立。1996年3月、国会は重選処理法案をめぐり紛糾し、参議院議員や、 所属議員秘書を動員したピク戦術において、衆議院副議長の自民党の鯨岡氷介と、押し問答になる。また、この国会の最中に、自民党幹事長の加藤光一に対する、裏金疑惑を追及すると、自民党から、総科学会名誉会長の池田大作を、承認喚問せよと応酬され、自民党の伊吹文明、小里里都らに詰め寄り抗議した。結果、加藤と、 総価学会,会会長の秋谷栄之助の参考人招致で収まった。1996年10月20日、第41回衆議院議員総選挙に、奈良3区から新進党公認で立候補し落選する。1998年7月12日、第18回参議院議員通常選挙に、比例区から公明公認で立候補し、当選する。 1998年11月7日、新進党の解散により、公明党の再結成に参加し、公明党機関支局長に就任する。2001年9月、中国吉林省の長春市で開催された国際学術シンポジウムに出席。後に、東北市反大学から名誉教授への推薦を受けるが故事。2002年9月、参議院議員副会長に就任する。 2004年6月、参議院議員の任期満了と同時に、政界を引退する。政界引退後は、奈良県飛鳥村の飛鳥系観光協会で、観光ボランティアガイドを務めた。飛鳥村応援大使。奈良県立大学では、客員教授を務め、観光学を教えていた。2015年12月17日、急性虚血精神不全により死去。ありがとうございます。